困難救助隊の初代隊長の黒田武弘です。困難救助隊とは、結婚したいのに、結婚できないまま、生涯を終えてしまうというような人が出てます。そういった人たちのことをもっと心配してくださいということで、考えてほしい、お願いしたいということで、続けてます。内容は今はですね、どっちかっていうと2時間ドラマミステリーサスペンスを見た感想がほとんどですね。今ですね、見終えたばかり今ですね、今日はまあ令和3年ですけど2021年ですか。まだ6月9日だっていうのに、昨日、雨が降って、それで昨日は降らなかったんですよね。で、まあ今日の方が暑くなるんでしょうけど、6月9日だっていうのに、まあ、30度超えするんじゃないかっていうことで、非常にこう、ただですね、すごくまあ、外にいる分にはかすかにね、風も吹いていて気持ちいいですね。今先ほどまでまあ、家の中暑いですけど、まあ、外は、まあ、この気持ちがいい、あったかいですけどね、まあ10時台ですかね、今ね。いやもう快晴ですね。雲一つない感じ、うっすらと、こう、なんていうんですか、こう平均的にこう、なんつうんだろう、そんな感じで青空ですね。もうちょっと風が吹くとですね、涼しいんですけど、そんでもまあ、日向ぼっこにはいいですね、今日ね。若干暑いですけど、日差し強いですからね。まあ私もまあね、メーカー名とか言ってもいいんですけど、ケシミンですね。メンズケシミンですね。やってるんですけど、なかなか消えませんね、もうね。ちょっとね、だいぶ放置しちゃいましたからね。で、今日見たのがですね、渋いやつですね。1993年だから私が27、7歳頃なんですけど、渡瀬恒彦さんのね、戸塚警部シリーズ、西村京太郎さんの原作ですね。3番目のやつですね。上野駅殺人事件ですね。まあ私自身にとっても上野っていうのは、まあ、成田線周りでこう行く方法もあるし、そっちの方がまあ車置くには近いんですけど、まあなんかね、やっぱりこの雰囲気的にはこの常磐線周りでね、ちょっと車で遠くなるんですけど、こう回る感じがね、まあ車も同じですけど、なんていうかね、常磐道じゃなくて何なんでしょうかね、まあそういう常磐線周りですね、そういうのありますから、そっちの方がまあなんか比較的ね、落ち着いた感じがね、やっぱり人口的にもあるのかなっていうのがありまして、なんかね、やっぱ田舎からこう行く感じがするので、ちょっと遠回り、車では遠回りになるんですけど、そんなこんなの、だから上野駅はね、よく結構通った。今はね、もうなんか、もうあとあさって、もうほとんど54歳になっちゃうとこなんですけど、もうカウントダウンなんですけど、上野駅はね、本当にまあ、プラプラしてた頃は、30代とか20代、プラプラしてた頃はもうね、結構通る駅で。西郷さん銅像も見ましたからね、なんか、今もこうやってね、休日の時はもう大体このまあ録画をね中心にしましたから、まあどっか出かけるよりはこの録画をした方が一本でもね多く撮りたいんですけどね。3週間くらい前に撮った動画が
まあ、今回もね、あの亀井警部役で出てて、93年の頃の伊藤四朗さん、56歳くらいの伊藤四朗さんですけど、やっぱかっこいいですね、やっぱりおかしなデカでね、あの息子さん出てますけど、なんかやっぱその頃は似てるなって感じで、あの頃だってね、もう小松政夫さんとのね、伝染マンだったら1980年代、70年代も80年代ですからね、だからそれ、まあ、そりゃそうですよね、だってあれあのベンジャミンとの時はもっと若かったですよね、だから56歳くらいの伊藤四朗さんね、かっこいいですね、最近 NHK の BS で30分ドラマ、あ、30分番組で、まあ、あの伊藤四朗さん出てましたね、喋ってちょっと数分しか見られなかったんですけど、気づくの遅くて、うん、やっぱり喜劇役者でありながらもうシリアスなね、うん、演技も本格的にできるっていうね、だから喜劇役者だこそ、そういうタップダンスなんかも、まあ、ビート君の気持ちが分かる、私は分かんないですけど、ビート君もやったんでしょうけどね、そういう伊藤四朗さんね、うん、こう東京のね、関東の、うん、東の喜劇の本当に重鎮伊藤四朗さんね、うん、そのおかしなというか16の感想を述べたのがなんだか分かんないですけど3週間くらいで、2000視聴を超えまして、誰かだからこう紹介してくれたんでしょうね、こう紹介って言っても、まあ、直接じゃなくてこう間接的っていうかこうリンクみたいなね、そんでなければ、うん、今までだって数ヶ月で1000超えたのあるんですよ一つ、それこそね本当偶然なんですけど、渡瀬恒彦さんのねお兄さんの渡里哲也さんとね吉永小百合さんの、まあもっと若い頃のね、愛としての記録、これがね1000何回なんですけど、それでも数ヶ月かかったんですけど、で1本ちょっとコマーシャル用に短いのを若干お金払ってこう出してるんですけど、しかしねこれ新型コロナだっていうのにこうね、うちの母のばあさん友達とか近所のね長年連れですけどね、ほとんどまあ、遊びに行くんですけども、まあこの前もね、何なんでしょうかね、この私は私の家じゃないみたいですよ、私自身はね、本当にもう私の人間力不足、人徳不足なんでしょうけど、まあね、アンビバレンツな感じがあってね、やっぱり結婚問題とかやってるくらいですから、そういうパートナー必要だと思うんですけど、そんなにね、まあ人間2種類あって、おそらくこうね、なんとか会とかいろんなこうグループを組んで切磋琢磨してこの想像力を発揮する人もいると思えば、まあもうね、仏教では独学的なね、一人で覚える感じでこう、まあね、そういう仲間がいれば助け合いもできるかなとか思いながらもこう、休みの日は一人でこういてしまう私のようなタイプもいるわけですけど、まあこういった戦略っていうのも変ですけどね、そういうことじゃないですけどね、人好きな人は人好きだから、そんなの無意識なんでしょうけど、でもまあ私みたいな方は本当にピンチに立つとピンチですよね、助けてくれる人が少ないかもしれませんけど、ただ意外な人がね助けてくれたりしたりするかもしれなかったり、まあ人生っていうのは、ただ引きこもりの人なんかはね、高齢者引きこもりなんてもいますけど、そういう人は余計こうパートナー一人だって難しいわけですよ、そういった人の方が本当はパートナーをね一人、まあ、必要としてるはずなんですけどね、そういう配偶者の人がね、そこが矛盾しちゃってるんですよね、かと思えばね金持ちとかそういう人はね一人で一人の愛する人をいればいいもの、2人3人とかね、ふざけすぎですよね、どこまでこう囲い込みたいのかって、それがねこの東京オリンピックの新型コロナ禍でどうしてもやるんだっていう方向でこう突っぱねてるとか、そういった方向性がなんかこう悲しいですよね、
なんか複雑だな、うん、なんかもうそんな感じで、まあちょっとまあ TBS のドラマでもあって複雑なんですけど、まあ、原作はちょっとどうかわかんないですけど、やっぱ似たような原作だったのかもしれないですけど、まあ、西村京太郎さんもね、まあなんか、まあ、どういうとこまで、まあ男女の友達っていうのはやっぱり、まあ、肉体関係があっちゃダメだと思うんですよ、友達の間なら、うん、あのなんだろうな、そんなのにね、若い者でもなんか。セックスフレンドですか、セフレとかいう名前で出てたりするじゃないですか、ネットなんかとか。いけないですよね、そんなのこう、なんていうか、軽くしてしまう社会の風潮が積もり積もって、こんな、うん、結婚したい人は結婚できないような、男女が本当にね、尊敬し合えない社会を作っちゃったわけですから。ドラマだったんですけどね、なぜかというと、最初のね、戸塚明夫、渡瀬恒彦さん、かっこよくサングラスで出てきましたけど、でまたね、49歳くらいの時ですかね、50前後で、で、まあ、で相棒のね、右腕っていうか、伊藤四朗さんね、亀井警部さん。かっこよかったですね、鋭いね、こう、シャープなね、雰囲気で、鶴太郎さんみたいな感じです、鶴太郎さんはやりすぎましたけどね、うん、やっぱなんかこう、いかりや長介さんもそうですけど、ね、年取ると喜劇役者っていうのは、渋い役がね、似合う、なんか、今もいますよね、でんでんさんとか、あと誰だ、伊勢尾形さんとかね、なんかまあ、まあ、ちょっと2枚目とは違う感じですけど、なんか渋い、うん、役者になって連ドラとかね、大河とか出たりね、 NHK も、うん、出たりしてましたけどね、うん、まあ伊藤四朗さんはもう超大物ですから、うん、南信介さんとね、トリオ組んでたんですもんね、もう一人の人大事だけど忘れちゃったけど、うん、まあ、まあ本当はもっと集中したいですけどね、ね、老人なのに、コロナなのに本当に、ただ熱帯熱中症は親持って、私はねこう職場がちょっと医療関係勤めさせてもらってるんで、その末端でね、ありがたいことなんですけど、もう2回接種で3週間終わっちゃってますから、抗体ができてるはずで、ファイザー製で。だから本当にありがたいですけどね、随分日本国民の間で今勤務地柄もあるんでしょうけど、早くね打たせてもらったんで、その面では心理的にはね、なんとなくほっとしてるんですけど、だけど東京オリンピックね、今回のはね、なんかコロナが、まあ、ワクチンができたから、それでなんか付け焼き刃的な、なんか悲しいですね、気持ちとして、なんか素直に喜べないんですよ。まだやるかやらないかわかんないですけどね、外国だってもっと日本以上にひどいとこありますからね、うん、ちょっとね、ちょっと母親のね、こう声、あ、じゃあ友達、こ声が聞こえますね、言っちゃいますか、ダメダメですね、これね、いつもこうなっちゃうんですよね、せっかくこう撮って、うん、島田陽子さんがね、40歳くらい、でもね、当時1993年って言ったら、あれですよ、あれも篠山紀信だったんですよ、あれです、島田陽子はね、ヒールドワイヤルってタイトルで、あれですよ、部屋抜け写真集のあの頃、すごくね、集中したんですよ。川島直美もそうでしたけど、あと、あれでしょ、最初が樋口かな子でしょ、あれ1991年ね。何
名前忘れましたけど、私ね、なんか勝手な心情なんですけど、旦那の伊藤重里は嫌いなんですよね。まあ私が嫌いだってどうってことないでしょうから言ったっていいんですけど、私がね、有名人だったら言っちゃダメですよね。あの微妙ですよね。本当に嫌いじゃないと嫌いって言っちゃダメでしょうけど、まあ、私なんかが別に伊藤重里嫌いだって言ったって別に なんてあれもないですから、何の糸井さんに何のね、糸井氏には何の痛くも痒くもないですか、なんかでも嫌いですよね。なんか原発だって反対 しませんもんね、あの人ね、あとなんかビックリハウスの頃にね、あ違うな、よく分かんないですけどね、まあどうでもいいんだな、そでどうでもいいっつうのがね、口癖なんですよ。そのあの樋口じゃねえや、島田陽子のね、まあ、島田陽子もね、なんかこうウィキペディアで見たなんかね、ロッケンロールのね、内田裕也とね交際してたんですかね。で、あのキッキキリンがね離婚しなかったんで結婚することができなかったとかウィキペディアで書いてありましたけど、で島田陽子インタビューではそんなにまあ尊敬されたってことでっていうようなことで、何が本当か分かんないですよね。マスコミが本当なのか島田陽子のインタビューが本当なのかだけど、まあ、いずれにしても火のないところに煙は立たずってね、今糸トンボが飛んでます。あったと、なんかこう、なんかガンの一種ですか、小さい蝶々なのか、どっちなのか、ちっちゃいのが飛んでます。シジミ蝶って言うんですか、分かんないです。分かんないですけど、あと子供の頃にね、こう杉な、大箱でしたっけ、こう来て、こうポンって取ってね、どっちかが罰なんですね。バイクの人は必ず通りますね、何人かとか、まあ、うちの前はね、この鹿島サッカースタジアムは違う方向で行くんでしょうけど、ね、新型コロナが再流行しなければいいですけどね、あの東京オリンピックやっちゃったとしてもね、若干遅れてると思うし、だってし、ね、変異株どこまでワクチンが効くんですかね。あんまりにもね、そんなに科学を進歩しすぎてもね、でもかなりファイザーにしてもね、モデルナにしても 94% から 95% がね、感染しにくくなったり重症化しにくくなるっていうのはすごく安心感ありますけどね。ものすごい今までにないスピードでね承認しちゃって、こうそういうのになるとね、欧米はすごく張り切っちゃうんですね。すごい、まあ、いざとなったらね、まあ、中国はまだ中国でね、なんかシノバックでしたっけ、なんか 70% とか 60% とか分かんないですけど、そのくらいのでね、バーンとやっちゃってね、で世界に呼吸、でももうもともとあんたらんとこでしょってね、武漢から始まったんでしょって言いたいですけど、まあ、トランプ大統領じゃないですけどね、武漢ウイルスとか、ね、中国ウイルスだけど、これでね、いろいろこう社会がね、いい方にも変わる面があったりしたら、逆にね、こう、まあ、死んだ人はいっぱいいますけどね、犠牲者たくさん出てるのに、まあ、中国のね、コロナウイルスでこう儲かっちゃった人もいたりね、まあ、IT なんかもね、まあ、複雑ですけどね、でも、本当感染症ってのは怖いですよね。で、なんか、すごいセリフがいっぱいありましたけどね、あの、ソープ条約なんですよ。ソープランド条約、条約じゃねえ、ソープランド条約、島田陽子さん、樋口からと似てますよね。5歳くらいしか違わないんで、島田陽子の方がまあ年上ですけど、部屋の土写真集もね、1991年樋口かな子がこうバーンと出したら、篠山紀信でしたっけ、あの南沙織の旦那ね、あの若い頃もじゃもじゃの手のね、1992年に島田陽子で出してるんですね。キングワイヤルがで、やっぱりその頃にまあすごくこう部屋のどっちのがもう何ですか、こう社会がね減少になっちゃったのが宮沢りえのサンタフェね、現役アイドルがね、あの部屋のどっち写真集出しちゃったというね、であの頃もね、あの島田陽子もウィキペディアですけど、借金漬けになっちゃって、何をやっちゃったのかわかんないけど、内田裕也に貢いだったとかね、なんかすごいロッケンロールですよね。なんかわかんないですけど、で、その
1993年のドラマですから、そもそも放映が。だからね、TBS がその部屋の写真集を島田陽子が出したっていうのもね、一つのだから関わりがあったんじゃないですか、そういうね、わかんないですけど、その後島田陽子はね、もっとこう進んじゃいましたけどね、なんかアダルトビデオ会社のに出ちゃったりしてますからね、まあ、よくわかんないですけど、60何歳かくらいでしょ、島田陽子ね。国際派 女優とかね、言われた人は、あの三船敏郎とかね、そういう人がね、まあ、なんか知らないですけど、ね、サブカル以上のね、裏の、なんていうんですか、なんていうんだろう、ユニボン裏ボンの流れみたいなね、そんなのになっちゃうんですからね、やっぱり。それが借金だったんだからね。だから女子大に受かってもテストができたって風俗嬢になっちゃって金稼いでるという、同じレベルになっちゃったのね。それをだから悲しいとか応援してしまうっていうのはダメですよね。あの、優しいようで嘘ですから、そういう人は。まあ問題提起はしてますけど、まあ、ダメなものはダメって言わないと、あるからやっちゃうんですから。で、そういうね、風俗店とか風俗嬢とかがいるから、真面目に、なんていうか、一人と結婚したくて、こう一人の人と生涯パートナーとして子供を産み育ててっていう人が、あの、性的な欲求で分散しちゃうんですね。そういうあのデメリットがあるわけですよ。で、結局その人たちも金が欲しいからやってるわけでしょ。で、その違いっていうのは、性行為としては同じだとしてもですよ、あの、その2人の関わりようが違うじゃないですか。島田陽子なんか、そのソープランド城役、ソープランド城役では、もう1回5万のとこで、800人くらいとやっちまって、でその他にも200人くらいとやっちまってるから、別の何とかで1000人切られですか、女だから1000人切られをしちゃったわけですね。サウザントですか、もう分かんないですけど、まあそう、1000人ね、1000人つったってね、星野千一の1000じゃないですからね、まあ昇天しちゃったわけじゃないですからね、こう杖ついてね、白いひげでね、千人じゃない、千人切られか千人切りか分かんないですけど、ね、なんか経営者がこうね、何対何の割合か分かんないですけど、だから貯金通帳をね、戸塚警部に見せてね、こんなに貯めたのよと。で、若い愛人役がね、でもその男は結婚も本気で思ってて、本気に付き合ってたんですけど、ね、分かんないですけどね、そういう千人もこう違う男と寝てしまう女と愛し合って結婚してしまう男っていうのもね、そこら辺はね、タノキンでギタリストのね、有名な野村芳雄さん、よっちゃんとかね、あと何ですか、あんまり名前出したくないですけど、よく分かんない女の、この頃出なくなりましたね、本物じゃない人は。ハーチューって人ですか、なんかひらがなで。で、なんかこのね、清水健太郎じゃなくて、清水なんとかというアダルトビデオ男性ですか、なんかこの、そういうね、カリスマ男優とか女優とかにさせちゃいけないですよね。おかしいんですよ、だから。だからそういうおかしな風潮が、こう、世の中をおかしくさせちゃって、だいたい日本中にはだって、原発でこんなにひどい目に福島原発であったのに、福井県で40年で閉じるものを60年20年間再延長して再稼働しちゃったり、まあね、新型コロナウイルスで世界中が悲劇でね、何百万人も死んじゃってるのに、東京にね、一斉に世界中から人をね、何万人と集めようとしてたり、おかしな国なんですよ、本当に。で、まあ、それを言うとキリがないくらいおかしなことがあるんですけどね。だから、
最近でもね、29歳の巡査部長とかいう女がね、交番とか警察署かは分かんないですけど、留置場か分かんないですけど、男の警察官とね、なんか3人プレーです、3人プレーじゃなかったかな、時間差プレーですね、だ不倫、時間差プレー、離婚して時間差プレーも時間差プレーなんですから、本当に真っ当な人は、一人の生涯、異性の人と、こう、ずっと、暮らすっていうかね、パートナーとしている、それ以外はもう時間差乱行みたいなもんですから、うん、まあ、私もね、再婚をこの54になったとしてもね、あと何日かでしたいと思ってるんですけど、だから、バツイチ、超バツイチですから、超スピードバツイチですから、もう信じられないくらいの、超スピードですから、だから時間差乱行にはなっちゃうんですね、私もね、それを叶えられたとしても。でもね、マッチングアプリとか、若者とかそれでこう、会っちゃったりして、悲劇が起きたり、なんかこう、最近もね、箱根マラソンの人がそんなのであったら、マッチングで、ね、最後にゴールテープ来ちゃってね、グリコじゃないですけど、こう一粒で 300m やっちゃったんですよね。つまり18歳、17歳だったんですよね。18歳以上だったらいいのかっていう問題だったらおかしいんですよ、言ってるのに。18歳以上だと思ってたとかね。そしたらなんか、立憲民主ですか、の議員が14歳だって、合意があればいいじゃないかって、そっちの方がよっぽど正直ですよね。でも、14歳したら、思ったほどわけわかんないですね。だって40歳の時の島田陽子がなんか子供っぽい口調だったんですから、で大人が18歳以上にしちゃいましたからね、うん、でもね、決まりで引行条例になってんで、14歳の母なんてね、それこそ TBS がね、3年B組金八先生でやりましたけどね、だから13歳でも12歳でも、ね、日本人はバカだから、インドの人でこう、まあ、でも同意がないからっていうのもあるんでしょうけど、同意したってね、家族の同意、最近インドでなんかお姉さんが結婚式最中に心臓麻痺かなんかで死んじゃって、妹さんが急遽嫁さんになっちゃってっていうのがインドであったそうですけど、まあそういうね、だけどそれだってね、ある意味見合いだって家がね、だから14歳で同意してんだったら結婚しちゃえばいいんですよ、その女が男が、で離婚しなきゃいいんですよ、一生愛し合ってればいいんですよ。でも体がまだ未発達でね、ちんちんじゃない方がね、女の方がなんか痛めちゃったりすると大変でしょうから、わかんないですけどね、痛めないようになってんのかもわかんないんですけど、だから結婚すればいいんですよ、もう 10歳だろうが、8歳だろうが。その代わり、人を殺しちゃったような人間は、8歳だろうが、10歳だろうが、実名報道しちゃえばいいんですよ。もう、子供だろうが、男なんだろうが関係ない。もう、その事実で、行為で、すべてやっちゃえばいいんですね。あららら、誰来ちゃったんですか。最低ですね、やっぱ。これだから、こう、もう、どうしようもないんですよ、これだから。もう、どうすりゃいいんですか、これ、本当にね。だから結局ね、その戸塚警部とね、キスシーンとかあったりして、キスできたら警察の人が言いますよとか言っちゃって、だからそのこれはダメですね、これね。